ルドルフ・レーマンはドイツの画家である。後にイギリスで活動した。現在はハンブルクの一部となったオッテンセン、オッテンセンで生まれた。父親はハンブルク出身の肖像画家、レオ・レーマンで、兄にフランスで活動したハインリヒ・レーマンがいる。16歳になった1835年にパリに移り、エコール・デ・ボザールで2年間学んだ。1837年に、 ドイツに戻り、ミュンヘンに移った。1838年から1839年の秋まで、ミュンヘン美術院のペーダー・フォン・コルネリウスや、ビルヘルム・フォン・カウルバッハに学んだ後、ローマに留学し、1846年に帰国した。18,850年に、イギリスに渡り、ロンドンで画家として働いた。1851年には、作品が認められて、 ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの定期展覧会への出展を要請された。1855年から1859年の間は再びローマを訪れ、1863年から1864年にもローマに滞在し、ローマで過ごしていたロバート・ブラウニングやアルフォンス・ド・ラマルティーノといった人々の肖像画を描いた。スコットランドの学者、出版業のロバート・チェンバースの娘、 アメリアと結婚した。弟のフレデリックもアメリアの妹と結婚し、二つの家族はチャールズ・ディケンズやジョージ・エリオット、ロバート・ブラウニングといった著名な人物を含む社会的サークルの一員となった。娘のリザ・レーマンは有名なソプラノ歌手、作曲家となった。ありがとうございます。